はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリです。今から始めるドラクエ10、続きやっていきたいと思います。今日はグレン城の宿屋に来てますということで、ビョルンちゃんに会いに来ました。でですね、福引券ね、今回30枚用意したんですけども、ちょっとね、福引きをしながらですね、視聴者の皆様にね、お知らせをしようかなということで、ちょっとじゃんじゃん福引きを回しながら話をしていきたいなと思ってます。でね、視聴者の皆様というか、この動画を見ていただいている、ドラクエ10をやっている視聴者の皆様に向けてちょっとお話ししたいと思うんですけども、結構ね、筆登録してくださる方とか、主に筆登録してくださる方ですかね、動画に出たいということでお話しいただくんですけども、最初の頃はね、はいはいってことで、動画にしてたんですけども、だんだん人数がですね、ものすごい増えてきまして、ちょっとね、対応ができなくなって、今現在はね、一緒に動画に出たりとか冒険したりっていうのは、すいません、チームのね、メンバーの方だけにちょっと絞らせていただいていて、割と最近お声がけいただいた方々にはね、お断りせざるを得ない状態でいたんですけども、私としてはね、ちょっと本意ではないんですよね。できれば、皆様と、ちょっと咳が申し訳ないですね。皆様と、一緒に交流したいなと思ってまして、で、なんか形がね、取れないかなっていうのをちょっとずっと考えてたんですけども、お、これ何？顎とか。それでね、月1ぐらいで、チームのメンバーだけじゃなくてね、チームのメンバーだけじゃなく、フレンドさんとか、あるいは動画見て、ただ単に、動画に出たいなと思ってる方々含めまして、ちょっと皆さんを映ることができるような形をね、取ろうかなと、ちょっと企画しています。なので、ちょっとね、まだ何日とか、いつとかね、いつとか時間とか、あと何をやるとかね、その辺まではまだ全然具体的に絞られてないんで、また追ってね、決まり次第ご連絡したいと思うんですけども、一応何しようかなと思ってんですけど、普段ストーリーを撮っている中で、ちょっと割と簡単なストーリーの時に、見に来てもらうとかね、撮影してる風景を見に来てもらうとか、あるいは結構よく街中で皆さん踊ってますよね。そんな感じでどっかの街で集まっていただいた方々に踊っていただいて、その風景を映したりとか。すいませんね、今日咳がちょっとダメだな。ちょっと水分補給しながら喋りたいと思うんですけど、そんなことをね、考えてます。で、できるだけね、多くの方々に映っていただこうかなと、そういう場をね、設けようかなっていうのを月1ぐらいでね、やっていこうかなっていうのをちょっと考えてます。映る時間自体はね、そんな長い時間映るわけじゃないんですけども、その辺を考えてるというお話でした。すいませんね、今ちょっとなんだっけ、ミュートして咳してました。なんか今日咳がダメっすね。ということで、福引きを回し始めて、今あと何枚？今ちょうど半分ですね。で、このお話をね、できるぐらいの枚数しか持ってきてないので、
今日は30枚だけね引かせてもらおうと思って来ました。ところがどっこい咳がいっぱい入っちゃってどうしようかなって感じなんだけど、まあこのままね取り直さないでアップしようかなと思ってます。一応ね3月から考えてます。で3月というか毎月第2週の日曜日にしようかなって今んとこ思ってるんですよね。で昼間しかダメって人と夜しかダメって人と、まあどっちでも大丈夫だよって人と、まあいろいろいると思うんですけど、昼間と夜をね毎月交互に撮影しようかなと思ってるんですけど、でイベントではないので鬼ごっこしたりとかそういう遊んでる風景を撮るっていう形ではなくて、集まってる皆さんをただ単に映すっていう形をね撮ろうと思ってます。イベントとか企画すると非常にね大変な上に時間かかるんですよね。でチームイベント出ていただいた方は分かると思うんですけど、だいたいねアップしてる動画の 2,3 倍の時間をかけてね普段撮影してるんですね、チームイベントはね。なのですごい時間かかっちゃうんですよ。なので撮影してる風景であれば、例えば今ビョルンちゃんとこう私が話してますけど、この後ろにね立っていただいて、ストーリー上はビョルンちゃんと私しか映ってないんだけども、後ろにこう回すと皆さんが立ってるようなそんな感じのね風景が撮れればなと。でみんな前に来ちゃうとストーリー的にね例えばビョルンちゃんが主人公だとしたらビョルンちゃんは映なくなっちゃうんでね、 こんな感じでねみんな集まってきちゃうと映なくなっちゃうんで、バラルさんの後ろに立ってもらってこんな感じで皆さんを映すようなそういうストーリーのね進め方をやってもいいかなと思ってるんですね。あとはもうさっき言ってみたいな踊ってるところを映すとか、もしくは何か案があればねコメントいただければ、採用できそうであればちょっと採用していこうかなというのも考えてます。なので、単になんか映すだけのような案がもしあれば、この動画のコメント欄に記入していただければなと思います。で、採用できるかどうかちょっと検討してね、やっていきたいと思います。なるべく時間を取らずに、たーっとこう、今皆さん映ってますけど、こんな感じで映せればなと。でお名前をお呼びしたりっていうのは省きます。チームメンバーの場合は特に皆さんの名前呼んでるんですけど、ちょっと不特定多数で何人来るかもわからないので、で全員が全員映りたい方かどうかっていうのもねちょっとわかんないんでね、一応サーバー21か22で撮るので、映っても文句を言わない方々っていうことを想定して撮影しますけども、まあお名前呼ばずにこんな感じでね皆さん映すっていうような状態を作れればなと。そうすればみんなね月1ですけども映りたい方はその場に参加していただければ映れるんじゃないかなと。ちょっと苦肉の策なんですけども、そういう形をね取ろうかなと。お、終わった、終わったよ、いつの間にかそういう形をね取ろうかと思ってます。まあ誰も来なかったら来なかったで、まあそれはそれでいいかなとストーリーであれば別に普段誰もいないのでねいいんですけど、まあそういう形でねちょっとやっていこうかなと思ってます。で3月の第2週の日曜日あたりからやろうかなと。毎月第2週の日曜日という形でやっていこうかなと思ってます。で具体的なね日時の方はまた追ってねご連絡したいと思います。で
連絡方法は、どうしようかなと思うんですけどね、一応私の方のカタリンの部屋っていうブログがあるんですけども、アメーバのブログですね。でそこには必ずね告知しようと思うんですけど、それ以外だと動画の中っていうとねちょっと時差があるんでうまくできるかなわかんないんですけどね、まあ、ちょっと動画の方の最後にちらっと案内してもいいかなと思ってます。だブログでは必ずね告知したいと思います。何月何日何時からどこどこで、撮影しますよというふうに報告したいと思います。で直近の動画 2,3 日ぐらい前からちょっとアナウンス最後に入れようかな、それでいいかなと思うんですけどね。まあそんな感じでチームメンバー以外の方ね映る機会がちょっと増えればなと思っているという次第でございます。まあそんなご連絡を兼ねてただ連絡するだけだったらあれなので福引きを回しながらちょっとやってみました。ちょっとね席入りで申し訳なかったんですけども、以上ねそのようなことをバダルさんは考えておりますですということでね、最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。